名護市祭りに行ってきた。大分県護国神社。所在地は大分県大分市牧1371。コロナ禍で今まで通りの神事ができなかった。2023年6月30日金曜日、朝から梅雨らしい天気となった。名護市の祓いは12月31日の年越しの祓いとタイになる神事。この2つの神事を合わせて大祓いと呼びます。どちらも災厄を祓い清める儀式です。カヤの枠栗は多くの場合で名護市の祓いで執り行われている一方で、一部の神社では年越しの祓いでも行われているのは、どちらも大祓いであることが関連しているようです。茅の輪くぐりのくぐり方は、唱え事を唱えながら8の字に3度くぐり抜けるのが一般的です。1周目、正面でお辞儀、左足で茅の輪をまたぎ左回りで正面に戻る。2周目、正面でお辞儀、右足で茅の輪をまたぎ右回りで正面に戻る。3周目、正面でお辞儀、左足で茅の輪をまたぎ左回りで正面に戻る。正面でお辞儀、左足で茅の輪をまたぎ参拝へ。心身を清めることが長寿の主な目的です。そのためには心の平静を保つことが大切です。まずは鳥居の前で一礼をし、神様に挨拶をします。その後に着いたら長寿の前に心を落ち着かせてください。邪念を払い落ち着いた気持ちになれたら軽く一礼をします。社務所で片代の受付をします。片代流しの神事は宇佐神宮の氏子が昭和54年に復活させたものです。片代という自分の身代わりとなる紙の人形、人型に名前や年齢を書いて3回息を吹きかけ、水に浮かべ川へ流すことで罪や汚れを一緒に流してしまおうという大祓いの行事です。平安時代に遡る古い歴史と伝統を伝える行事です。皆様方にはご静粛にてお願いいたします。最終以下会員、ただいまより名護市の大祓い式を執り行います。最終祓いを通す。皆様、頭をお下げください。今日の夕日の下地の名護市の大祓いに祓えたまい清めたもうことをもろもろ聞こしめせと乗る。おー神つかさら大かばちにまかりいでて祓えやれと乗る。おお直りください。人型にて払う。先ほど皆様方に受けていただきました人型にてお祓いをいたします。お手元にお持ちください。人型にてお祓いをいたします。まずは体の左側をお祓い、次に右側をお祓いください。そして最後に左肩をなで清めてお祓いください。その他、先
肩や腰など調子の悪いところがあればなぜ身を目をかないか。皆さんはお手元の人型に三度息を深くかけてくださいませ。気の災いをお払いください。キリヌサにて払う。先ほどお配りいたしました神と朝を細かく切ったものを入れてますキリヌサをまずは左肩に、次に右肩に、最後左肩に、このように三度ご自身にかけ、ご自身をお清めします。この神々は後ほど収めていただきます。大蓋を取りて洗う。皆様をお祓いいたします。頭をお下げください。お直りください。みすずを振りて払う。みすずでお祓いをいたします。頭をお下げください。お直りください。払い物をやつに咲く。最首以下満員、血の輪をくぐる。
宮司よりご挨拶を申し上げます。宮司の名護市の大原駅この当日帯にこの中にはこういった駅の中にも使われていたりたくさんお参りいただきました。どうぞ年後半のいろいろなお知らせをお願い申し上げるところでございます。明日から始まる年後半は年後半を知らせるとおり夏詣でございます。この夏詣に立ち会って今日僕は30日そんなお祓いでご自身を広めていただきます。どうぞ半年間のこの悪しきものをご武家を今日はきれいに払い立って代わりにきれいな心の栄養をね十分に心を満たしていると思います。これをもちまして名護市の大原駅を取り納めます。やきの名護市の原ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。